秘宝村上宗隆の三冠王、プロ野球選手から認められていなかった。寒いかって思われてんのくさ。そりゃバットコントロールと打率は違うし、しかもまだ断念やん。嫉妬やない。西武の近藤推しはなんだよと思ったら、なるほどね、これ近藤が西武に移籍したら3割打てなくなるのでは。ハムから4割打つからセーフ、むしろ上がるぞ。吉田さん以外外野は三振少ない選手って感じやろ。ちょっと違うか、ガリーグ投票入ってるやつが優秀やろ。イチロークラスならともかく貧弱パワーのバットコントロールっていうほど重要が、遅いスイングならコントロールもそりゃ簡単やろと。スイング早い方が当てやすいやろ。ピッチャーだけに投票させろよ、せめてキャッチャーまで。バットコントロールって空いてるところに狙って打つ技術は、いろんなコースをさばく技術が曖昧よな。さばく技術やったら今年の村上はようやってたやろ。バットコントロールとか定義できないもん、どうでもいいやん。イメージ的でアヘタンに入れてるだけやし。柳って毎年佐野に入れてるよな。明治繋がりちゃうか。横浜の選手は横浜の選手にしか投票しとらんやんけ。西川にも宮崎と桑原入れてた。山本由伸、荻野、なぜなのか。すごい、圧倒的やな。早くメジャー行け、今すぐ行け。まあこっちになるわな。コントロールではないよ。頭おかしくて草、謎の楽天勢の多さ。三段車あたりまで飛ばしてたから、それ見てたやつは入れるやろ。パーホーム球場やから、よりヤバさが分かったってことか。目を設定なるん、大阪遠いやろ。